気持ちよく決まりましたね。キリリとした眉毛と、眠れるぞ、立ち簡単そうだな。これだろ。で、眠れるぞだろ。もう一個か。眠れるぞ。眠れるぞ。眠れる。眠ってる。眠ってるぞはあったあった。もうこれ余裕だな。これしかねえだろ。これ以外ありえません。他の見とこうか。グーボールの世界、サマータイム、逆光発生、ベースボール、借ります。チェーンメール、標識、宇宙へゴー、キリリとした眉毛探してみるか。眉毛キリッとしてそうなおっさん、眉毛が濃いおっさんはいないか。お客様の中に眉毛が濃いおっさんはいませんか。眉毛が濃いおっさんはいませんか。眉毛濃い、眉毛一つはここだからお父さんかな。多分これでいける。まあこれは間違いないだろう。細かいこと気にせずに、まあこれはね、わかりやすかったな。さすがにこれ以外考えようがないレベルだったし、よっち、オッケー。してこっちの眉毛コンボ、いい眉毛してます。いい眉毛してるだろう。わしはそんなに眉毛は大したことないかの。これ前髪の可能性も高いしの。あと2秒、1、よし2個です。ババの眉毛はすごいよ。いけ、イエーイ、キリリとした眉毛コンボ。やっぱ老紳士がダメだったか。 OK です。まあ順調だな。いい感じ。どんどん埋まっていく。わからないとすごいイラッとするけど、気持ちよくいくとすごい嬉しい。グーボールの世界、世界ってのかな。世界ってこっち、それともこっち。グーボールの時点でグーだよね。一つはグーボールパックの世界だから、普通に考えるとこうなんだよな。クローンファクトリー、これまだ購入してないような気がするけど、でこれ看板かな。だとしたらこれとこれの組み合わせ、標識、グーボールの世界と標識が今狙ってる。世界の冒険者を行くと、これが世界と見て冒険者、パイレーツ、冒険してそうなのは忍者は冒険してなさそうだな。世界の冒険者、ワーム、コンピューターワームとチェーンメール、とりあえず火をきれいにしてしまおう。よし、すっきり。やっほー、やっほー。これでグーの世界になると楽でいいんだけどな。あ、なんか手紙来た。スパムメールとワームでチェーンメール、インターネットクラウドもぶち込みたいな。でもこれすげえ時間かかるからな。金もなくなってきた。で、一応旅に行くからおもちゃのロケット
と。よ、これでなんとか1個ぐらいいってほしいな。時間かかる。あと6個、1個。行くぞ。一個ぐらいは行ってくれよ。燃えろ。ニューボールの世界はオッケー。標識コンボオッケー。二ついった。まあ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 よし。二ついったよし。お金がすごい減った気がする。標識のせいか。あ、落ちてきた。よし、999、完全回復。この手紙開いてみるかい。覚えてるかな。燃えるたけぎやロボット、ソーセージに小さなギャラクシー、電車鳴き声を上げる虫、爆破する太陽、何時間も何時間も暖炉で燃やし続けたよね。名古屋重要じゃないの。どうでもいいように作られてるから。エトリンフェルノなんてそんなのどうでもいいものなの。時間だよ、自分の家を燃やすの。燃やさねえよ。そろそろ太陽を呼ぶ時が来たということなのかい。とりあえず太陽も買うか。600だけ。太陽、太陽これ燃やしたらエンディングになりそうだな。銀河へゴー、シェーンメール、サマータイム、逆光補正。シェーンメールダメだったんだ。いけると思ったんだけどな。まあ、メールって入ってる時点であれ入ると思うんだけど、チェーンってなんだろう。鎖とかあった。あ、チェーンソーとメールでチェーンメールだ言葉遊び。これ合ってんじゃねえかな。で、作詞作曲、これが曲だと思ったんだけどな。で、作詞がこれだと思ったんだけど、例えばあったな、作詞これだっけ。小説、詩、これかな。作詞作曲かな。よっ、まだ時間あるな。ちょっと見とこう。作詞作曲、チェーンメール、サマータイム、うん、早くこれ頼めよって言われて、これラストだな。サマータイム、サマー太陽だ。違うかな。で、タイムは時計？で、銀河に旅行はこれだと思う。旅行するための道具が銀河、これだよな。はい、アイテムいっぱい。いった。銀河に旅行。よっと、カット。はい、なんかいった、なんかいった。チェーンメールオッケー。銀河へゴー。はい、オッケーです。目覚まし時計はまだ燃やしてもしょうがないね。これと合わせないとダメだと思ってるから。サマータイム、作詞作曲ダメだったか。世界の冒険者、
逆光性サマータイムベースボール、借ります借ります借ります、飛び出すは。ラストを注文しちゃおうかな。世界の冒険者、作詞作曲サマータイム、逆光補正、光光、目が光ってる茶がいるのはこれだろうな。グラサンで逆光を止めてカメラか、そんなぬるいか、これやったかむしろっていう。でサマーなタイムは太陽と時間、難しい、本当に難しいです。世界の冒険者、世界の冒険者、世界の冒険者、こいつっぽいんだけどな、これ合わせた気もすんだよな。冒険、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 棒の剣、違うだろうな。ロボットコンボとか欲しかったけどな、今回が出てないだけの可能性もあるし。頑張れ。冒険者、太陽来た。じゃあ行っちゃいますか。もうほぼラストだよっていう。よ。じゃあ行っちゃうよ。逆光補正コンボ、太陽だった。なるほど。確かに太陽は逆光だ。ちょっと今のうちに、太陽、太陽サマータイム、サマ、あれサマータイム今しようとしてたっけ。太陽燃え尽きる前にサマータイム、ダメか。これ押すとエンディング始まりそうだよな。まだ太陽燃えてるな。太陽と合わせられそうなコンボ、サマータイム、作詞作曲、世界の棒、意外にないな。あと微妙に分かってない過去のと、1個、2個、3個、あと6個か。7個だな。92段、99個あるもんな。1、2、3、4、5、6、7、一つ前が4個も漏れてんのか。世界の冒険者、作詞作曲、サマータイム、よし。あと1回挑戦して無理だったらこの手紙を開けてしまおうかな。てか長えな太陽。もしかしてこの、おお爆発した。この手紙を開けてしまおう。よし、じゃあまずは世界の冒険者。やっぱ冒険者っつったらこいつっぽい。世界、やっぱ世界って言ったら地球だよな。
て創造の書と音楽作詞作曲詞一応これ文字レターブロックプラス小説はダメだったんだけど、まあ組み合わせっていうものもあるからな。一応こうまたこれかな、単語帳作詞作曲作曲入れたら楽なんだけどな。作詞作曲あスピーカーこれ曲ありえる。あとはサマータイムベースボール、ベースボールは1個はボールだな。でホームベースとかじゃなかったんだよな。借ります借ります、レンタルと借る、あ漢字かもしかして、借ります、こっちの借りじゃないんだよな漢字的に、だからやっぱこっちの借りだろ。あいいアイテムいっぱいです。そう手紙が邪魔だな。とりあえずこれで音楽と作詞作曲いけたらいいんだけどな。で狩る、こっちの狩るなんだよな字的には。プラスやっぱ銀行試した気もするんだけどな。レンタルお金を借りる、一応他人のクレジットカードを借ります。ボールうーん借りそうなやつ、借ります借ります、積み木、クマ、サプ、メタルハート、ミニムーン、借りそうなやつはどこかにありませんかね。害虫ハンター、狩りだったらこいつだと思うんだけどな。レンタルの方の狩りっぽいからな。一応雑虫ハンターと罠も入れとくみたいな。カリカリ、アドベンチャーおじさん、この人怪しいな。アドベンチャーだ、よアドベンチャーおじさんとロケット、これで一番下の世界の冒険者どうだ、頼むぜ。サマータイムベースボール借ります借ります、大人の悪い習慣飛び出す、大人の悪い習慣一つはここだからな、大人の確かみっていうから大人の悪い習慣、化粧、お酒、お酒っぽいんだけどなこういうのって大体、酒、薬、タバコ、お酒、お酒、そろそろ置ける数もマックスになるかな。どうしたっけ、ほんとぶち込んだな。頼むぞ頼むぞ、これさなんかあの金色の枠だったり白色の枠だったりとかこれ意味あんのかな、もしかして
それもわかんねえな。よっ。あし、作詞作曲 OK。作詞作曲だけ？こんだけして。よし、世界の冒険者も合ってた。大人の。よし、ベースボールコンボ。結構いったな。結構いったぞ。世界の冒険者。あとはサマータイムと、あと4個。サマータイム借ります、借ります。大人の悪い習慣飛び出した。過去のやつが。サマータイム、夏、ぽいのぽいの。1個は必ずここから使うんだから。サマータイム、客寄せレディーバグ、夏かな。インターネットクラウド、創造の書、クローンファクトリー。やっぱサマーっつったら太陽、もしくはで、タイムはやっぱこれしか考えられねえな。タイムの方がこっち、時間に関係しそうなやつ。ないな。サマードタイム、借ります、借ります。大人の悪い習慣に飛び出す歯、飛び出す歯、飛び出す歯。鋭い歯だもん。1個はこれだよな。もう1個は飛び出す、もしくは歯系ね。飛び出す歯、飛び出しそうなやつ、飛び出せ君もタイガーだ。飛び出す、飛び出す。虫系が飛び出しまくるからこの辺と合わせてみるか。これも飛び出すよな。あと花火、飛び出す、虫系。太陽も行ってみる。飛び出す、飛び出す、飛び出す。お前も飛び出して、飛び出そう。ドラゴンボール、飛び出す、飛び出す。頼むぜ。ダメだね。飛び出す歯がわからん。あ、恐竜の松明、飛び出すポップコーン。はっはっはっは。
お前も歯。飛び出せ。はい、ダメです。よし、ダメかな。あの手紙読んじゃうか。燃え尽きてしまえ。燃え尽きてしまえ。